今回ご紹介するのは、歌手やタレントとして有名な渡辺智子さんです。1960年代に大活躍した彼女ですが、現在はどのような活動をしているのでしょうか。それでは早速紹介していきたいと思います。渡辺智子さんは1944年11月16日生まれ、 東京都豊島区の出身です。幼少期から渡辺さんの歌唱力は引い出たものがあり、音はゆりかご会やポリドール児童合唱団で童謡を歌っていました。その後、1958年、わずか14歳で童謡からジャズに転身。それほど渡辺さんの歌唱力が高かったということでしょう。 そして、1960年には、ザ・ハイティーンで歌手としてデビュー。代表作には、トモコのクレメンタイン、いとしのクレメンタイン、ケアレスラブなどが挙げられます。歌手だけではなく、テレビドラマや映画にも出演し、人気を博していた渡辺さんですが、1964年に歌手のジェリー・藤尾さんと出会い、 結婚しました。二十歳の時でした。ジェリー・フジオさんといえば、日本人離れした顔立ちと、哀愁ある歌声で有名です。ここから少し、フジオさんについても紹介していきます。フジオさんは、日本人の父親と、イギリス国籍の母親を持ち、中国の上海で生まれました。 日本に来たのは1946年第二次世界大戦が終わった後でした。日本人の父親に連れてこられた異国とも言える日本で、英語しか話せなかった藤尾さんと母親は、心ない差別に遭い、トラウマになるくらいに心を傷つけられたそうです。特に母親への差別はとてもひどかったそうで、 そのことで心を病んでしまった母親はアルコール依存症になってしまい、藤尾さんが中学1年生の時に吐血しながら亡くなってしまいました。それからは父親も家に寄りつかなくなり、行き場を失った藤尾さんは繁華街に出かけてすさんだ生活を送るようになってしまいました。不良と呼ばれ、 不法行為を行うまでになっていましたが、その後、高校を中退し、本格的に芸能活動を始めたことで更生したのでした。水原博とブルースオックスで歌手として初舞台を経験してから、1961年に悲しきインディアンでデビュー。翌年に発表した遠くへ行きたいが、ある番組の 今月の歌に採用され大ヒットし、自身の代表作となりました。歌手としての立場を確固たるものにする中で、映画やテレビにも出演し、多方面でも活躍。黒沢明監督の用心棒への出演で、さらに藤尾さんの認知度は広まったのでした。このように、 売れっ子である渡辺さんと藤尾さんが出会ったのは、1961年に放送が開始されたパントポップショーで司会として共演したことでした。その後も藤尾さんが発表した曲でデュエットもしています。このように広くて狭いような芸能界の中で一緒に仕事をする機会を得たお二人は、 出会って約3年でゴールインとなったわけです。結婚後の渡辺さんは芸能界から身を引き、しばらくの間は主婦業、母親業に専念する時期を過ごされました。そしてお子さんがある程度大きくなった頃、家族揃っての番組や CM への出演をはじめ、日本の歌の司会で復帰を果たされました。 にこやかに家族4人で並ぶ姿は、まさに幸せ家族の象徴。藤尾さんとの仲睦まじい様子や、良き母親としてのイメージで、渡辺さんの人気は復活したのです。しかし、1985年頃から、夫婦仲に陰りがあることをマスコミに報じられ、この年には、 渡辺さんが家を出る形で別居を開始したのです。さらに翌年には離婚を発表しました。その際に渡辺さんは離婚原因について、藤尾さんによる深刻な DV や過度な飲酒だと明かしました。これによって藤尾さんは飲んだくれ亭主のレッテルを貼られ、かなりのイメージダウンとなり、 次々と仕事がキャンセルになってしまったのです。この時、藤尾さんは渡辺さんの暴露に一切コメントを出さず、沈黙を守りました。このこともあり、藤尾さんが一方的に悪者となって報道されてしまったのです。ですが、この状況を見かねて動いたのは、二人の娘さんたちでした。 お二人は家から出て行った渡辺さんについて行かず、藤尾さんと共に暮らすことを選びました。しかも渡辺さんが二人の娘の親権は自分にあると主張していたにもかかわらず、娘さんたちが自ら親権者の名前の欄に父親である藤尾さんの名前を書いたのです。渡辺さんの言っていることが本当であるなら、 どうして娘さんたちは父親側についたのでしょうか度重なるバッシング報道に娘さんたちは父親の名誉を挽回すべく母親が今までしてきたことを暴露し始めました。特に次女が友人に語った発言を皮切りに渡辺さんが結婚当時からしていた数々の浮気や素行の悪さ 本当の離婚原因は、渡辺さんの食べ重なる浮気が原因だったと発表したのです。そして、娘さん二人は、あの人はクズ、とまで言い切ったのです。当時、この記事は、とてもセンセーショナルに扱われ、また、渡辺さんの話だけを一方的に報道し、藤尾さんを批判してきたマスコミ報道のあり方を問うなど、 社会現象も巻き起こしました。この報道が落ち着いてから、幼い頃にも差別を受けてきた藤尾さんは、世の中からのバッシングに非常に傷ついていましたが、娘さんたちの行動に涙が出たと後に語っています。娘さんたちの起点により、離婚トラブルは収束していきましたが、4年後に渡辺さんが、 藤尾さんに対して起こした財産分与に関するトラブルで、また問題が再燃したのです。渡辺さんが藤尾さんに請求したのは、なんと2億円。しかし、これに対し、今度も娘さんが当時の渡辺さんの男性関係を赤裸々に暴露するなどして撃退したのでした。 このような度重なるトラブルで一時疎遠になっていた家族関係ですが2021年3月に再会を果たしたと渡辺さんが発表しましたきっかけは藤尾さんの抱えていた病でした医師に余命はもって8ヶ月ぐらいと告げられた藤尾さん娘さんからパパに会って と言われて、渡辺さんは会うことになったそうです。その後は週に何度か見舞うようになっていましたが、藤尾さんの病状は回復せず、帰らぬ人となってしまいました。最後に会った日には、渡辺さんのマンションから、両国の花火を家族全員で見たいと言っていたという藤尾さん。最後の時を目前として、 家族の絆を取り戻すことができたのでしょうか。お二人のお孫さんとひ孫さんにも囲まれて、藤尾さんは旅立ちました。渡辺さんは最後に憎み合いながらではなく、穏やかで仲良く時間を過ごせたことをとても良かったと SNS に綴っていました。そして渡辺さんの現在ですが、 コロナ禍以前より浅草のスナックで歌を歌うなどして生計を立てているようです。花々しい芸能界の中で奔放に生きていた渡辺さん。ご家族との愛を取り戻せたようで良かったですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。